はい、というわけでひらがなアップバンク、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。あのですね、ほう、まあメインチャンネルでも動画同じタイミングで出てると思うんですけども、 LINE スタンプが発売されました。イエーイ、ありがとうございます。本当にすごいね、たくさんのお声をいただいてて、 LINE スタンプ販売してくださいと。で、ついに審査も通りました。販売することになりました。すごい、やった。私の早速我が社社長からスタンプが無言で送られてきましたよ優しいですか弊社。あ、弊社そこに今リアルタイムで追加で送られてきた。これ本当にいいっすよね。もうすげえ早く、すげえ早く。これ村井さんもこのスタンプのアイコンにしてくださいよ。自分のツイッターのアカウント。ああいいっすよ、いいっすよ。この中からどれか聞こえらんで、この渾身、僕が大好きなのはこの渾身のてってれを持った村井さんなんです。これ一番煽ってるやつじゃん。そう、これがね一番好きで。やだ私。なんですかこれ。これは表情めっちゃ。これはアイコンだよ。これ渾身、渾身ですよねこれ。いいじゃないですかこれ。ね。アイコンだよ。アイコンだよ。でもこれはもう渾身のができたってデザイナーさんが。マジか。これは渾身でしょ。渾身でしょ。いやそっくりだもん俺。もうそっくりだと思っていや俺そっくりだもん俺ってじゃなくて、俺もハラミーさんも似てるけど、このてってれの村井さんめっちゃ似てますよ。すげえ腹立ちますもんね、絶妙に。いやこれ絶妙に煽りやばいよね、この表情。なんなら一番こう村井さんが可愛くなってるんじゃないかと。そうですね。嘘でしょ。この村井さんいいっすよ、最高。全体的にやっぱ可愛くなってますね。うん、いやあなたたち二人はもう可愛いですよ。だって可愛いですからね。めちゃめちゃ可愛いですよ。我々可愛いです。すごい得意してるっすよ。ですよね。俺のこの一個気になるこのなんかちょっと格好つけてるこのバイ。これなんだ。俺やりましたこれ。俺こんなやってないし。まあもうキャラじゃないな。たまにやるじゃん。たまにやる。こんなやったことある。私見たことないよ。ハラミさんが。スカスカ。ハラミさんスカシキャラ。いやスカシキャラじゃねえ。俺どこがスカシキャラなんて。初めてよ。これね、これねバランスよくちゃんと割り振られてて。そうですか。ハラミさん単体が何個とか、お前単体が何個とか、数がちゃんと整えられてるんですよね。3人でセットになってるの一つしかないね。はい、そういうことですね。どういうことだよ。いや、つまりどういうことだよ。レオネさんのこのグーは何なの。チャンネル登録してくれるグーなの。どれ、高評価お願いします。あ、これサムズアップ。あ、これはなんかこう、そう、高評価お願いしますって俺、時のサムズアップ。それだし、なんかこういろんなところでね使えるかなっていうところで、文字なしだったらこういけますよとか、何したらそれ OK とかでも送れると思うしっていうところで。リオナイさんの手兵可愛すぎませんか。どれ、どの手兵。ああ手兵可愛いな。手兵こうだろ俺は。可愛い込めてんな。可愛い込めてんな手兵は。やろうか、これと一緒の手兵。なんでプラスがやっちゃうの。なんでプラスがやったの。意味わかんない。せーのせーのせーの。いや最悪だよ、2回やらせて。2回とつくのさ、めちゃくちゃか。はい、それで、はい、ダバダバも好きですよ。リオネさんね、こんなんありますよ。ない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 。よくもう村井さんにこうやるやつ。それナイスナイス。私がそのナイスナイスってすごい言われてシュンってするやつ。シュンってするやつ。シュンってする。私のベーはない。ベーはね、確かにあのヤバいやつないね。意味がわかんないですよ。ベーかブリ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 は。だからこれが好評、このスタンプ好評だったら、まあいつか第2弾があるかもない。好評でしょ。大好評だったらもうそれはね、これ使い勝手がいいでしょ。で、まあこのラインスタンプのデザインを使ったこの絵柄でなんかグッズとかもね作りたいなと思ってます。ラバーチャーム的な。そうそう、キャー、普通に可愛いじゃないですか。ステッカーとか、うん、おステッカーもいいじゃん。ステッカーいい。でこのイラストが本当にそのコメントとかで好評なので。そうですな、うん、めちゃくちゃ好評なので。えだってこのスタンプというかこのイラスト、うん、動画だといつぐらいから出てるの。結構2、3週間前から出てる。まあ12月の半ばぐらいですね。これそれでしょ。何が。私のアイコン、ツイッターのアイコン。これ、あ、このてってれのやつです。私、てってれしてない。それでしょ。これじゃあ、どれがいいですか、逆に。うん、まあ、コーヒーブーか。いやいやいや、それ意味わかんないですよね。それ意味わかんない。コーヒーブーじゃん。コーヒーブーかてってれ。コーヒーブーかてってれだよ。てってれかっこいいっすよ、村井さん。マジめっちゃかっこいいっすよ。
コーヒーでもなんかまあでもコーヒー部の方がいいもんね。あ、そう、やられてる側だから。やられてる側だから、確かにね。うん、レインボーになっちゃってる口が、コーヒー部。これは僕が個人的に大好きなのが、うん、このバイって書いてあるやつ、はい、バイバイさよならバイ。ああ、これかわいい、これめっちゃかわいい、これとてもいいです。私いないけど、そうっすね、はい、はい、そう、かわいい、そうです、かわいいよく牛しししが動画で使われますよね。牛しししも使ってるね。ダバダバとか行くぞの、こういうやつ、行くぞのわーとか、笑いこらえてるやつ、笑いこらえてるやつとかはめっちゃ使ってます ね、はい、どうしよう、私ぜひね、この辺これ好き、これ好き、これ、あ、方針、方針状態、方針、方針、これ好き。私のツイッターのアイコンはもう危ねえになってますよ。方針状態のやつね、白身、白身ね、白身ですね。僕もあの、徹底例のやつですね。ね、ユーザーさん徹底いいよ。俺も徹底にしようかな。私どうしよう。似てるけどね、やっぱり絶妙に色が違うぐらいだから、ね、3人で徹底にしますか。浦井さんだけリアルだよね、顔が。リアル、リアル、それがいいよ。そんな、私だけデフォルメ感がさ、弱い。そうそう、いや、弱くない、いや、弱くないっすよ。2人ともすごい可愛い、可愛いですよね。いや、じゃあ村井さんをデフォルメにしたら、はい、誰だか分かんないですよ、マジでね。おい、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 おっさん感なくなる、分かるだろ、赤いジャージでなんとなく分かるだろ、髪型と、はい、これ最高ですよ、村井さん。このテッテル、村井さんはこのテッテル最高っす。これ村井さん史上最一番の一番いい。ツイッター開いてタイムラインにこの顔でなんか投稿されてたりとかするとなんかちょっとイラッときませんか。ブロックしますね。はい、おーい、おーい、じゃあダメだろ、じゃあダメだろ。嘘嘘嘘、最高っす、しないなんだこれ、最高最高、はい、じゃあこれします、はい、じゃあこれします。最高のアイコンにしてるな。本当に結構使い勝手いいと思うんで、これそのし、あの、この動画をね、見てくれてる、練習見てくれてて普段応援してくれる方はぜひこの LINE スタンプ買っていただいて、あの、マックス村井チャンネルのこと知らない人とかにガンガン使ってほしいところではあります。それでなんか、え、何このスタンプみたいな、マックス村井のドッキリ動画知らないのっつって、あなたのおすすめのね、ドッキリ動画を LINE とかでね、こう、これ見てみろよっつって、最高、見たらわかるからっつってね、送ってくれたら超嬉しいです。で、その時に、まあ、どの動画を送ったらいいか分かんないっていう時は、視聴者さんが選んだトップ100っていうのがありますから、そちらの再生リストがね、もうこの概要欄にリンクに入れておきますから、そちらからも選んでくださいよ。あれをコピペして送ってください。あれをコピペして送ってください、あの再生リスト。これ見ろっつって、全部見ろ、全部1位から100位も全部見ろっつって、あなたのツイッターの固定ツイートにその URL をそうそうそう、でも本当にで、なんか LINE スタンプでプレゼントできるから、うん、ああ、そうか、そうだね、そうそうそう、なので、いろんな人にプレゼントとかして、はい、ぜひね、みんなで使っていただければなと思います。はい、はい、でも、またこの手書きのリオナリが入ってるの嬉しいわ。はい、これはもう、はい、めっちゃ可愛い。可愛いっすか、これ。このイラストめっちゃ可愛いっしょ。可愛いっすか。デフォルメとね、対比でもいいです。デフォルメの方が可愛いでしょ。もちもちの木とかにいそうじゃない、もちもちの、あ、豆田、マメタ、マメタですよね。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、ぜひね、テッテレスタンプ検索してみんなも使ってみてね。テッテレ、テッテレ、テッテレ、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、ソロ、テッテレ、テッテレ、バイバイ。